甘いお話。今日はお茶会の名脇役織部饅頭のお話です。ある秋の日、今年の新茶をいただく秋の茶会が開かれました。こちらの茶席で振る舞われているのが織部饅頭。白に緑がいかにも鮮やかというかね、すがすがしいので、で織部饅頭というのができて、やっぱり陶器にああいう衣装がありますから、それを写したという感じじゃないんでしょうかね。千利休と並ぶ茶人古田織部。茶開きの会では二人にちなんだものを使うのが習わしです。織部の焼き物をおまんじゅうで表現しようとは粋な計らい。そんな織部まんじゅうを作っているのが、江戸に300年続く老舗秋色庵大阪屋です。大阪屋は代々文芸に熱心な人々によって営まれてきました。初代の娘は江戸時代に活躍した女流俳人菊御亭秋色。安藤対馬守信保と秋色さんというあちらのご婦人が、あの北区のお仲間っていうか。お菓子はいつの時代もお茶とともに歩んできました。お茶会ですからね、お菓子は脇でいいんですよね。なるべく目立たないけど綺麗にするってね。その緑の模様に大阪屋ならではのこだわりがあります。織部饅頭って大体こう青いのが描いたやつが分かったんですよ。筆で描いたり、それを同じ生地でくっつけて釉薬の感じを出したんですよね。焼き物らしさをとことん追求して生まれた陶芸品のようなおまんじゅうです。